なんと11連勝のディエゴですよ。こんなん C プラス言うてるけど、なんかもう何もさせてもらえないんですけど。あーでもまあまあそっか、ああいう投げは、あーうんうん、なんか結構かっこよく頑張ってるな意外とあ意外と頑張ってるな、意外と頑張ってるけど、でももうね11連勝っていうだけでビビるよね本当に。うん、ダウンしたら俺ボディスラム出すのもうやめ、もう卒業しなあかん、できてないですけどね、なんかついついやってしまう。この S ホールドももうええよね、もうええよね。届かんっていう、でも相手も透かしてくれて、なんとね2勝できてるんですよね。今のは投げようぜ、あのスカリはねえ。せっかくの調整がここでね、うん、距離の詰め方がほんまわからんティナはね、せっかくいっ感じだったのに1本取られるし、まあズレズレやのに投げようとするし、でもこれはやっぱ強いね、ほんとしゃがまなあかんのやもんね。でもダウン投げが、読まれまくってる。うん、いやあれ本当にあかん気がする。そう、結局これでね2対2まで持ち込まれてるしね、本当に。なんかねあのねボディスラムはねあれなんですよ、前作でねなんかめっちゃ上手い人がね多用してきて、あのそれに感化されてるんですよ完全に。でめっちゃええとこまで追い詰めたぞ俺、どうするんだ、いやーこれどうするんだ、2人とももうどうしようどうしようってなってると思う、多分向こうも11連勝かかってるからなでも通常投げでやばいね、ビビり負けしました。はい、ありがとうございました。でさっきのディエゴが16連勝して帰ってきたいやもうほんまやめてほしい、さっき11やったから僕含め4人に勝ってるってことでしょ、マジでほんま勘弁してほしいわ、最も当たりたくない、まあ当たったけどにやられてるし、やっぱなんか当たり強いねこのディエゴって。今のダウン投げ入れようぜ、うん1本取れた、強いよなあのうおーっていうタックルが、しかも冷静、しゃがみガードして即投げるっていう、うん、いやもうさすが16連勝そっか 3-3K はしゃがむから上段をかわでもね、ああやってやられたらダメやね、あー強えなー、もうビビってる、もうほんまにビビってる、
でも反撃は冗談打ってくる癖があるんかな、この人は。まあでも S で受けてるから結局何が当たりかわからんからな。 S ホールドは万能やけど結局相手の癖わかんないところ、そやんな、なんかタックルして普通に冗談打ってくる癖あるかな。ここも一応2人まで持ち込めるんですよね。持ち込んでくれてるんかもしらんけどな。そやんな、この人冗談ちょいちょいホールド入れてたら勝てたかなって、今冷静に見る、あ、読まれた、冷静に見ると思うけど、まあそれもわからんよね。うん、2連敗クソ強ディエゴ、うん、ありがとうございました。ニコですね、人気キャラ。まあでもね、1個下の人やからな、 C プラスやから勝ちたいんやけど、でもこの人はそこまで間合いを気にしないタイプかな。ティナ相手やったらもっと外してくるもんね、上の人たちは。でもやっぱ外すよね。あ、そして俺も食らうしね、残念だね。まあまあ、いつぞやの残念ニコさんじゃないかもしらんけど、でもこの人も結構残念言うてくる人じゃなかったかな。どうやったかな。おう、そう、残念。ああ、今の PPK 入ったんじゃないの、多分違うかな。うん、こっちのサイドステッパー投げてくるんよね。ラッシュすごいよね、ニコね。ああいう時は何を出せばいいの、中段かね。体幹で投げたけど安いよね、投げとしては。まあ十分強いんやけど、うん、起き上がりの中段当たった後の連続の下段蹴りは強い気がしてきてる。これは今後も使っていい気はする、通じなくなるまで。でも他があかんわ俺、今のはしゃがみ投げの方が絶対プレッシャー与えたと思う。すごいね、結構果敢に投げてくるよね。残念で負けたっていうね。ニコも強いよね。まあ俺が弱いっていうのもあるけど、ないね。はい、4連勝のジャンリー俺も一応2連勝はしてるんですけどね。この人も結構起き上がり蹴りするね。あー、でもうーん、空振りは容赦なくやっぱ投げるよね。まあ勝てたけど、勝てたけど、あー、まあサイドステップ、あ、コンボ投げか。しゃがんだんなら、まあね、2本取れてるんですよね一応ね。出し切り良くないし、このエースホールドももうほんまこの癖から外さなあかん。
これは嬉しかったけど偶然です。そうなんですよね、やっぱ中段蹴りを受けた後って絶対起き上がり棒立ちしてるよね。でも受けられ返した。あーなんか間合いがやっぱり、うん、今の投げれんかったん悔や、まあしゃあないけど、あれ投げてたら随分変わったんじゃないだろうか。まあちょっと遠かったんかな。ドラゴンキックで威圧してくれ、ジャンディらしいね。いやリプレイ見ててもなんかドキドキすんな。はい、またこれフルセットっちゅうやつですか。やっぱなこのドラゴンキック威圧感あるよな。うん、打撃じゃなくて投げるべきだった。これもやっぱ掴まれへんねや、掴まれへんねや。2回もあったからやっぱ前的に離れるんか。うーん、はい、すげえ強いジャンリーでした、ありがとうございました。で、ニョテング相手4連勝中、しかもクラスは同じ。今までもうコンボもバッチリやね、コンボバッチリ。4連敗してる俺に明日はあるのか。でね、ここで投げすかん、ね、何たち投げしてんのっていう。まあでも勝ったね。でもこのニョテングさんも結構、でもうん、なんか反撃はこのワンでなん行く感じがすごいある。あれ多分上段パンチやんな。そう、2本取れたんですよね。そう、これ入れれたんがやっぱりなんかいいプレッシャー、やっぱ開幕って重要じゃないですかとか言いながらやられてるけどさ、ほな別にこっちライフ買ってるからさ、そんなに怖くないもんね。あれ体力負けててさ、あれやられたらすげえなんかドキドキするけど。お、あ、ストレート勝ちできたんですね、4連勝の同レベルニョテングに。うん、こんな感じでしたね。いやーまあまあ、もう散々の4連敗の後のまあなんとか1勝っていう感じでしたね今回は。はい、ご視聴ありがとうございました。